どうも皆さんこんにちは、原カンタです。私は現在アフリカ大陸の東部にあるタンザニア共和国に滞在しています。幼くして妊娠しシングルマザーになった女性たちを救うためにあるものの製造に人生をかけて取り組んでいる日本人女性がいます。今回の動画ではタンザニアの貧困問題を解決するために現地でソーシャルビジネスに取り組む日本人女性を取材しました。モアナさん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すでにタンザニアの動画に何本か出演してもらっていますけれども、改めて簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、ボーダレスタンザニアリミテッド代表の菊池モアナです。私は若年妊娠で退学したシングルマザーの女の子たちが働ける場所を作るために小さな工場を設立して今運営しています。モアナさんがね、その工場で何を作られているかというのは実際に工場を見学しながらお話を聞いていきたいと思いますが、本当に私も初めて聞いた時はすごいそんなものを作ってるんだっていうふうに驚きました。工場見学する前にそもそも若年妊娠の問題とは何なのか簡単に説明をお願いできますか。タンザニアは約7万人以上の女の子たちが若年で妊娠しているっていうふうに言われていて、妊娠した後がすごく厳しい状況に追いやられていて、タンザニアは2017年までが女の子が学生が妊娠をすると退学をしないといけなくて、復学も禁止されているっていうような現状があってたりだとか、中絶が宗教的にも法律的にも禁止されているので中絶することもできない。それに加えて学生を妊娠させた男性が懲役30年ってすごく重たい刑になるので、みんな刑から逃れるためにどこかに逃げていってしまうので、産まないといけないしシングルマザーにならざるを得ないっていうすごく厳しい現状があります。懲役30年という刑はあまりにも重すぎて男性側が逃げてしまうっていう、そういった実例が実際にたくさんあるんですね。そうですね。今僕たちがいるのがそのモアナさんが経営されている工場ということですね。はい、はい、じゃあ実際に中にこれから入っていきたいと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この工場の建物をゼロから作ったんですよね。最初本当倉庫みたいな感じで、うん、壁も何にもなくて天井もないっていう状態からちょっとリノベーションをしてこの形になった。でも現地で建物を作るっていうのもいろんな場所と契約をしたりいろんな打ち合わせをしたりして、日本のようには一筋縄ではいかなかったと思うんですけど、やっぱり大変でしたか。リノベーションが時間がかかってかかって、なかなか終わらないっていう感じです。失礼します。あ、すごい、ほんと工場って感じですね。中はすごい綺麗ですね。そうですね、雨漏りがいっぱいしたりするんですけどアフリカあるある、はいまあでも衛生用品作るためにはある程度清潔な環境が必要なのかなと思います。ここにあるものがモーノさんが製造されているものですね。そうですね、ウフルサニタリーパッドっていう生理用ナプキンをタンザニアで製造しています。ウフルというのはどういう意味ですか。ウフルはフリーダム、自由っていう意味です。スワヒリ語ですかね。スワヒリ語です。ウフル、自由っていう意味を込めた理由お聞きしていいですか。はい、製造をして販売をしていて行くうちに女の子たちがすごく厳しい状況で生理をしのいでいるっていうことが分かってきて、とても不自由なんですよね。なのでその女の子たちが、まあ、生理の時も自由に過ごしてほしいなっていうふうに思ってウフルっていう名前にしました。タンザニアの女性たちが生理をどういうふうにしのいでいるかに関しても前回の動画でいろいろとお話ししましたけど、まあ、私たちが話を聞いた人の中ではボロ切れで生理をしのいでいたりとか、うん、中にはトウモロコシのヒゲの部分を使って生理をしのいでるっていう人たちもいたので、まあそういった人たちがちょっとでもこう自由になってほしいっていう思いが込められてるんですかね。はい、働く女の子たちもシングルマザーですごくこう制限された中でなんとか生きようとしている子たちだったので、その子たちもこう自分の志に向かって歩んでいけるようにこう自由に羽ばたいてほしいなっていう思いも込めてウフルにしてます。ちなみにせっかくなんで一箱中身を見てもよろしいですか。まあ、男性の私だとねあんまりこう見てもパッとわからないんですけれども、特に女性の視聴者にとってはどういったものなのか気になる方もいると思うので、はい、ぜひぜひ、はい、この空いてる方でこんな感じで8枚入りで280ミリなんで日本の夜用ぐらいの大きさになります。うんうんうん、私たちが作ってるのがすごくこう薄いナプキンになってるんですけど、
これ実は女の子たちが1枚ずつアサンテサーナってセンキューベリーマッチっていう意味で、おお、手書きのメッセージですね。はい、全部1枚1枚手書きで1枚ずつ、すごいですね。立ち上げてからどれぐらいのブランドですか？立ち上がるまでに1年ぐらいかかっちゃったんですけど、作り出してからは1年半ぐらいですかね。まずそのね、現地での認知度を高めていくっていうためにもそういう地道なそうです、ね、ものが必要なのかなと思いましたね、はいはい、どういったものか見せてもらっていいですか？はい、こんなに8枚なんですけど、こんなに薄いんですけど、すごく吸収するっていうタイプになってます。こんな感じでシールが貼ってあって、開くとこんな薄い、肌触りは結構柔らかい感じです。これを取ると後ろにシールが日本のやつみたいについてるので、これを下着につけて使うっていう。箱にもジャパンクオリティって書いてますけどやっぱり日本のクオリティって書いてあると信用度とかも上がるんですかね？そうですね、やっぱ日本に対する信用度ってすごく高いなっていうのを感じてるので書いているのと、日本人の方に使ってもらっても日本のものよりいいって言ってくれる方もいるので、日本の看板背負って頑張ってますタンザニアのシングルマザーの方たちが直面している貧困問題を解決する方法っていろんな方法があったと思うんですけど、どうして生理用ナプキンを製造するっていう手段を選ばれたんでしょうか？タンザニアのシングルマザーの問題って本当に全国各地に広がっていて、各州で3人に1人から4人に1人ぐらいの割合で女の子たちが妊娠をしているんですけど、そういう女の子たちが働きたいっていうふうに多くの子が言っていて、どうやったら全国の女の子たちが働けるお仕事ができるのかな、作れるのかなっていうのを考えた時に、生理用ナプキンだったら全国に女性がいるのでどの地域でも買ってもらえるんじゃないのかなというふうに思って、まずナプキンを選んだんですけど、やっぱりこうナプキンを作っているだけじゃなくて、私たちがやっているのがその地域の小学生と中学生の子どもたちに対して生理用品の使い方とか性暴力の防ぎ方とか性的同意についてとか、そういったことを教える性教育をしているんですけど、そういう活動を通して女の子たちが自分も社会の役に立っているんだっていう風に感じられる、こう体験を一緒に作れるビジネスになるなっていう風に思ったので、それもすごく女の子たちをボトムアップしていくっていう意味ではすごくいいビジネスモデルなんじゃないのかなっていう風に思ってこれをやっています。女性たちが質のいい生理用品になかなかアクセスできないっていう問題もあるんですよね？そうですね、布を使っていたりだとか、それが原因で尿路感染症っていう病気が日本でいう、まあ、風邪みたいなレベルでこっちで流行っていたりするので、生理用品にすぐにアクセスしやすい状況を作る必要があるなっていうふうに思ったので、私たちの作っている生理用品を買ってもらえたら、その売り上げから1枚のナプキンをそういう女の子たちに寄付をするっていうことも一緒にやっています。モーラさんが作っている生理用品が販売されている様子は後ほど実際のお店に行って見てみようと思うので、また後ほどよろしくお願いします。お願いします。アナさんがシングルマザーになった背景をお聞きしていいですか？私nilipopata mimba nilikuwa bado mdogo lakini pia nilikuwa nakaa na bibi yangu. Kwa hiyo mazingira kidogo yalikuwa magumu kwa sababu wazazi wangu wote walikuwa pamoja. お母さんは遠くにいて、お父さんはもう亡くなっていたので、おばあちゃんと2人で暮らしている時に若くして妊娠をしてしまって、でおばあちゃんは妊娠に対してやっぱ問題だとか恥さらしだみたいな感じで受け取ってしまったから、もう出て行きなさいみたいな感じで追い出すためにご飯をくれなかったりとか、そういうちょっと嫌がらせをして出て行かせようとした。これを本人に聞いていいかどうか分からないんですけれども、妊娠をしたその相手の男性とはどういう関係だったんですかね？そのパートナー、彼氏だったのか、それとも断れずにそういう行為をしてしまったのか。うん、Nauliza hivi, hiyo mwanaume ambaye alikupa mimba, alikuwa ni boyfriend yake au hukuweza ku... Siwezi kusema kwamba alikuwa ni boyfriend wangu, au ni siwezi kusema kwamba ilikuwa ni hapana. Kutokana na mazingira ya kule nyumbani, kutokana na mazingira... Gakko de kiaringu shita toki to nita yona jokyo da na to omotta n desu kedo, kono ko ni kanshite wa obaachan to 2人で暮らしていたので, de sono obaachan ga chotto yappa seikaku ga chotto hinekurete ta というか、石鹸が欲しいけど自分で石鹸買いなさいみたいな、お金ない子に言っちゃうようなタイプ でいつもはお母さんが遠くにいるけどお金を送ってくれてたんですけど、お母さんもお金ない時もあったからなかなかお金を送ってもらえない
ていう時が、まあ、1週間ぐらい続くと生きていけないからっていうことですごい困っていた時に、アナのこといいなって思った男の人が、アナがお買い物に行くたびに何を買ってるかをチェックしといて、なかなか買えないでいる様子を見た時とかに、アナが来たら石鹸とお砂糖を渡しといてみたいな感じでお金を払っておいてくれるみたいなことをすることで、この人はいつも助けてくれるっていうような釣り方というのか、そういうやり方をして仲良くなっていったっていうふうに言ってます。最終的にはその人から好意を求められてボーイフレンドになったんですか？ボーイフレンドではなかったっていうふうに言ってて、でも断りきれなかったっていうわけでもなかったっていうふうに言っていて、強要されているっていうよりも、もう最初からの関係性でこう貧困につけ込んでこう依存を作るみたいな感じのやり方だったんじゃないのかなというふうには思います。現地の女性たちが断れない状況というのはやっぱり貧困問題が背景にあって、そこの弱みにつけ込まれてしまうということが起きているということですね。そうですね。シングルマザーになった時にどのような言葉を周りからかけられましたか？Kwa kipindi kile mimi hapa kule rafiki zangu wote walikuwa wameshaondoka kwa sababu waliacha shule. Kwa hiyo pale nyumbani nilikuwa 今言ってたのは、妊娠をしたタイミングが、まあ、バレたタイミングですぐに退学になってしまったから、友達、同世代の友達からいろいろ言われることは少なかったっていうふうに言ってたんですけど、やっぱりお家のお父さんの妹、おばさんとおばあちゃんから結構厳しい言葉を言われていて、例えば、あんた学校でもちゃんと勉強できてなかったんじゃないのみたいな、だから妊娠したんじゃないとか、どうせ学校に行ったってあんたは成功しなかったわよみたいな悪口を言われたりとか、もう出てきなさいみたいな感じで、こう何か頑張ろうとする心とかそういうものを打ち砕くような言葉をよくかけられたっていうふうに言ってました。もう一回確認なんですけれども、アナさんはお父さんとお母さんは2人ともいない？そうですね、お父さんが幼い頃に亡くなっていて、お母さんはシングルマザーになったので出稼ぎにダルエスサラムに出かけて、でそこでできた新しい旦那さんともう住むようになったので戻ってこなくなったっていう状況です。そうなると本当に孤立無縁状態になってしまったっていうことですよね、うん、そうですね。アナさんとモーナさんはどこで出会ったんですか？一番最初は私が大学3年生の時にタンザニアで調査をしていた時に、ある学校の校長先生からこういう女の子がいるからぜひお話聞いてあげてみたいな感じで紹介されたのがアナで、彼女のお家の前でいろんなお話を聞かせてもらって、まあ、涙ながらにいろんなその時の状況を話してくれて、当時アナは赤ちゃんがお腹にいて7ヶ月ぐらいの時でした。ここからアナさんを雇用して一緒に働いていこうと思った理由っていうのは何なんですかね？まずこの子はこんなに大変な状況にいるのにまだ勉強することを諦めていないんだなっていうのをすごく感じて、教科書もきれいに取ってあったし、何がしたいのって言ったらやっぱ勉強がしたいって何度も言ってて、でお医者さんになりたいっていう夢があるっていうのも言ってたので、なんとかこの子が夢を追い続けられるようにサポートがしたいなって思ったんですけど、まあ、当時大学生だったのでただお話を聞かせてもらうか、まあ、少しお金をあげるかご飯を助けてあげるかぐらいしかできなかったのがすごくこう悔しいなっていうふうに思って、まあその悔しさを抱えたまま私は日本に帰国したんですけど、どうしてもこうアナのことが頭から離れなくて、アルバイトで貯めたお金で少しお金を送って、で学校に復学を彼女はできるようになって、私立の学校だったら復学ができるので、それで学校に復学ができるようになって、そしたら飛び級をしてどん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 こう生きる力が戻っていくような姿を見て、あ、なんかすごい素敵だなって思ったのと同時に、自分のポケットマネーからだけだと一人しかサポートができないんだなっていうのも同時にまた悔しいというふうに思うようになって、じゃあこの女の子たちをたくさん助けられる方法って何だろうっていうふうに思うようになって、もう一回タンザニアに調査に行った時に女の子たちにいろんな質問をするんですけど、そこでびっくりしたのが、10人中8人ぐらいはもう学校に行きたくない、何でもいいから仕事をして自分自身と子供を養いたいっていうふうに言っていて、それで働く機会を作る、でそれとセットで復学する機会も一緒に作っていけるように、お金がしっかりと貯まっていく仕組み、そのお金を使って自分が勉強したりとか自分の子供を勉強させたりとか次のステップに使えたりとか、お金をしっかり貯めてあげる仕組みっていうのが同時に必要なんだなっていうふうに思って、こんな会社を作ったっていう形です。それぞれの機械でどんな工程があるのか簡単に説明していただけますか？この機械は中の
の吸収体っていうものを作るんですけど、ここでカッターがついててパンって切れるんですけど、こんな感じの吸収するポリマーが入っている部分と、水液体を広げるエアレイドっていう部分なんですけど、これがここの機械では作られて、でこれを次の機械で一緒にセットして作っていくっていうものになります。結構立派な機械ですけど、こういったものはタンザニアで買うんですか？海外から取り寄せて。どこから取り寄せるんですか？インドから。インドから、はい、機械の到着がすごい遅くなったみたいなことを以前おっしゃられたような気がしたんですけれども、どういった苦労があったのか聞けますか？はい、そうですね、まず機械が届くのが9ヶ月遅れたんですけど、機械を輸入するときに現地で検査をしないといけなかったんですけど、その検査がコロナ禍だったので、ラボラトリーがいろいろ閉まっていて、検査そもそもできないっていうことだったりとか、インドの会社がすごく適当だったりとかで、その検査がずっと行われないまま待たざるを得なくって、でもその検査ができないとタンザニアで港に着いた時にペナルティを払わないといけないっていうので、すごく高いペナルティだったので、ずっと躊躇してたんですけど、もう本当に来なかったので、もう検査なしで強行突破して、でこっちでその検査ができなかった理由をいろんなレターを書いて政府機関に提出をして、なんとかそのペナルティは逃れられて、現地検査っていうのが行われて、無事にここにやってきました。ちなみにもしそのペナルティを払わなければいけなかったら、どれぐらいの金額を課せられてたんですかね？そうですね、70万ぐらい。かなりの大金ですね。はい、本当もう一人でこのビジネスを立ち上げられた人間からしたら、70万円っていう金額は相当きついですよね。こっち側の機械ではどういった工程があるんですか？先ほど作ったエアレイドと、まあ、サップシートっていうのが一緒になっている吸収体を、ここでトップシートとバックシートと一緒に挟んでいくっていう作業になるんですけど、これがグルーマシンで割って溶けた接着剤が噴射されて、でここに来て、でそこにこの先ほどの吸収体を乗せて、ボタンが押されるとあっちに流れていくんですけど、そうするとここで、ここに来ると暖かくなっているプレートが2つあるので、それで挟まれて上と下で接着されて、でそれが今度こっちに流れてきて、このナプキン型になっているカッターが下にあるんですけど、この上をこのローラーが通ることでナプキンの形にカットされるっていう機械になってます。モアノさんと出会ってこの工場で働き始めてから、シングルマザーになった当時と比べてどんな変化がありましたか？その当時は誰からもサポートをしてもらえなくて、で本当に村で、まあ、室の中でも村みたいなところに住んでいたので、何にもこうサポートがないっていうところから始まって、まあ、今はもうまだいろんなこう問題があったりとか、完全にこういい生活っていうわけではないけど、その時と比べると自分自身で洋服も買えるし、自分が必要なものを購入することもできるし、自分でお家を借りて自分一人で暮らすっていうこともできるようになったっていうふうに言ってます。アナさんのこれからの夢を教えてもらえますか？もともとお医者さんになりたいっていう夢があって、復学のサポートがあってなんとかこう続けていったけど、最終的にこうタンザニアって国家試験みたいなので、テスト、数学とか科学とかいろんな自分が取ってた勉強のテストを受けて、それがうまくいけばお医者さんになる方向に進んでいったりとかできるんですけど、そのテストが落ちてしまったから、今お医者さんになるっていう夢はそのテストに不合格だったからなれないっていう風になってしまって、だけどまだそのサイエンスがすごく好きだから、サイエンス系の今まで取ってたの中からやりたいことっていうのが電気技師さんになりたいっていう風に言っていて、電気のことも彼女が言うにはそれもやっぱサイエンスの一つだなっていう風に思ってるから、電気のことをやりたいと思ってるって言ってました。この背中に書いてあるのは何ですか？これは私たちがいつもプロモーションに行くときに使ってる T シャツなんですけど、女の子たちにへのメッセージを背中で見せたいなと思って作ったもので、まあ、Catch Your Dreams って書いてあって、まあ、この銃もめちゃタンザニアらしく、なんか五輪の二輪みたいになってますね。
なってるんですけど、あなたに覚えておいてほしい10個のことみたいな。例えばどんなものがあるんですか？そうですね、自分自身を信じることとか、自分自身を愛すこととか、今この瞬間を生きることとか、覚えておいてほしい10個のことを書いていて、若年妊娠をした女の子たちがここでは働いてるので、一回こう恥さらしとかそういうレッテルを貼られて、すごく悔しい思いとか悲しい思いをした子たちで、自己肯定感がすごく下がっている子たちが多いので、それをこうもう一回こう持ち上げるために必要な言葉みたいなのを常にこう目につく場所に置いておけたらいいなと思って、こういうことを載っけてみました。いい言葉がたくさんありますね。ただどうしても気になるのはこのアクセプトユアセフっていう思いっきりスペルミスしてますね。がっつりミスされちゃいました。タンザニアクオリティそう、全然使ってたフォントも違ったんですけどオリジナルにされてます。なるほど、まあ、それもいいかなって、まあ、アフリカあるあるということで、はい、こういった小さいお店で生理用ナプキンを販売しているんですか？そうですね、基本的にはキオスクって呼ばれる中にオーナーさんがいて、私たちが外からあれくださいってこう頼むスタイルのお店で販売してます。こういった場所で販売するのは地元の、まあ、あまりお金を持ってない人たちにも手に取ってもらえるようにって、まあ、そういった狙いとかもあるんですかね？そうですね、小さいお店で販売しているナプキンっていうのは結構、まあ、質が低いものが多くって、そういうナプキンを使っている女の子たちっていうのがいつもこう痒みだったりかぶれで困っているっていう風に聞いていたので、こういう、まあ、小さなお店で販売する方がそういう女の子たちに使ってもらえるかなと思って狙いを今こっちにしています。どういった人たちが生理用ナプキンを買いに来ますか？ランダムシチャナアワママアイナダンカテラセネコシュバチェネ。よく使う人は30歳以下からまあ18歳とかそのぐらいの女の、まあお姉さんとか女の子たちがよく使ってるって言ってます。どれぐらいナプキンが売れているか、まあ、1日に何個ぐらい売れるかなど聞いてもらえますか？ドカニハーパペディイナトカランダ、なんかだいたいこのお店だと3から4つぐらいナプキンが売れてて、6個入りの私たちのパッケージだとあれがまあ 1週間に1個ぐらいなくなるペースだから、1日に1個ぐらいのペースで出てるっていう感じです。それぐらいの売れ行きっていうのはモノさんの事業にとっては順調なんですかね？うん、これだとちょっと足りないぐらいなので、今お店をこうものすごく増やしていかないといけないなっていう感じなんですけど、あとは、今やろうとしてるのはやっぱスーパーマーケットに大量に買ってもらえるように営業していくっていうのと、今は国連とか他の財団とかとコラボレーションして、もっと必要な女の子たちに届いていけるように、そっちに販売していけるように今頑張ってます。モアノさんが若年妊娠という問題に取り組むことを決めたのはなぜなんでしょうか？私自身も実は大学4年生になるタイミングで出産をしていて、なので1年間は大学に行って友達とか教授とかに子供を見てもらいながら授業を受けてっていう生活をしていて、本当に大変ではあったんですけど、やっぱり日本に生まれたっていうだけでいろんな政府からの支援があったりとか、まあ、私みたいに家族だったり友達が助けてくれるっていうことが、そういう環境があるので、すごくそれが私には助けになって、まあ、ここまで来れたっていうのがあって、それを考えた時にタンザニアのアナとか他の女の子たちっていうのはそういうサポートが全く得られない中でひっそりと貧困と戦っているっていうところがどうしてもこう自分の心に引っかかっていて、散々助けてもらった分次は私がみんなの力になりたいなっていうふうに思うようになって、今こうやって活動しています。私はこの事業を通して全ての志を持っている若者たちがその夢に向かって追い続けられる社会っていうのを実現していくことで、全ての命が祝福されるっていう社会を作っていきたいなっていうふうに思っていて、そのためにこの事業をどん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 大きくしていきたいなっていうふうにも思っています。若年妊娠で退学しちゃう女の子たちっていうのは全国各地にいるって先ほどもお伝えしたので、各州に一つの工場を作っていきたいっていうのを今は考えているので、最終的には30ぐらいの小さな工場が各地にあって、その場所で女の子たちが働く場所を得られているっていうような状況を作っていきたいなというふうに思っています。
日本人の女性がアフリカで奮闘する姿を見て勇気づけられた方もいるのではないでしょうか。皆さんからのコメントが今後の動画作りの励みになります。もうね、コメントもらえるのが一番嬉しいです。ぜひ今回の動画の感想をコメント欄で聞かせてください。モーノさん、ちょっとパーソナルな部分で聞いていいのかどうか分かんなかったんですけど、もしかしたら視聴者の中に気になっている方いるかもしれないのでお聞きしたいんですけれども、モーノさんハーフとかではないんですよね？ハーフじゃないです。モーノってカタカナで書くんですか？そうですね、カタカナで、ハワイ語でモアナって海とか太陽っていう意味なんですけど、私の親がハワイが好きでその名前をもらったら顔がどんどんハワイに寄っていったっていうそれこそハワイに行ったら現地の人に間違えられませんか？そうですね、なんかオアフ島のどっから来たってよく聞かれます日本人っていうふうに全然思われないみたいな。はい、タンザニアでも日本人って聞かれたこと一回もなくて、今回の滞在で原さんとみんな日本人何人かいた時に、でもあなたは違うよねってフィリピンって言われました。純日本人で頑張っているんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私が運営するオンラインサロンシナジーでは菊池モアナさんをお呼びした講演会を開催したこともあります。近日中にモアナさんをもう一度お呼びし、 YouTube では扱えなかった話を講演してもらう予定です。聞き戦での参加やアーカイブ視聴も可能ですので、少しでも興味のある方、ぜひ概要欄のリンクからホームページご覧ください。原カンタを応援するという意味でシナジーにご入会いただけるのも嬉しいです。またモアナさんの活動を応援したいという方がいらっしゃいましたら、概要欄のリンクにモアナさんのマンスリーサポーターのリンクも掲載しておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。次回以降もタンザニアの動画は続きます。他のメディアでは知ることが難しいアフリカのリアルな実態をお届けしていきますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画が少しでも勉強になった方は最後にポチッと一押し、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。